はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は伊吹道地のガチャ引いていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、正直ね、めっちゃ引きたいなと思ったんで、もう素直にここは引こうかなと思います。まあこれが罠とかは関係ないということで、まあまあまあ一回召喚でね、とりあえず先にねお茶を濁しつつね、これで出たら終わり終わらないと思うけどね。はい、ということでまあ10連引いていこうかなと思います。麻婆豆腐っていうのが一番嫌だな。なんかさ、なんかね、幸先悪そうでちょっと怖いな。はい、でまあ今回なんですが、まあとりあえず俺伊吹道地がまだホーグレベル1ということで、まあホーグレベルを上げたいなっていう感じかな。でまあ一応石に関してはある程度用意してきたんですが、まあちょっとね運悪いなと思ったらもうそのまま撤退します。はい、あの深追いしたら多分あれなんすよこの後の11月のガチャですね。で多分沼る可能性、新規イベントで沼るっていうのがあったりする可能性がありそうなんで、まあそれを考慮した時に、まあある程度ね、まあ、ちょっと回してっていうのでやろうかなと思います。はい、でまあ概念霊装しか出ないんですが、まあ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 ジャブなんでね。はい、で今撮ってる時間がね、ちょっと久々に昼じゃないか夕方の4時ぐらいに撮ってるということで、まだ太陽が出てるんだよね。ただ太陽出てるんだけど雨降ってるからなんとかなるはず。うん、基本深夜にね自分結構撮ったりするタイプの人間なんで、まあわりかしねちょっとこのタイミングで引いてよかったのかっていうのは気になったりするんだよね。これ同じ霊装じゃね、大丈夫？ピックアップがなんかよく分かってない。あ、そうか、概念霊装のピックアップされてないからこんなもんか。うん、けどねとりあえずね、正直ツナさんが来てくれてもめっちゃ嬉しいから、セイバーのなんか金をね一回でもいいから見たいなっていう淡い期待なんですが、どうですかね。来ない？来ないか。はい、あで多分どうなんだろう、この後かな、この動画投稿された後に、まあ伊吹道地のガチャ引くべきかみたいなんで質問があったんで、それについての動画あげようかなと思ってるんで、まあ気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。はい、まあいろいろとね伊吹道地の今回のピックアップのせいで、まあ青がいるとか、まあ村正どうするみたいなね意見がいろいろあったりするんでね、まあそこをいろいろ解説できたらいいなと思ったりしております。はい、これは残念なタイプかな。まあ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 多分ここで終わりかな。はい、ということで1回目はスカ、20連目やっていきましょう。いやーとりあえずね頑張りたい、頑張りたいと願いたい、お願いします。いやーけどマジでね、なんか伊吹道地に関してはねホーグレベル上げておきたいっていう気持ちが結構するんでね、頑張ってほしいね。うん、結構頑張ってほしい。はあ、で今ねいろいろと裏でね、動画とか動画編集とかをしながら、やってたりするんですが、まあこのタイミングでほんとガチャ引くのがさ本当に久々すぎて、どうしてねえ、なんでしょって、俺もしかしてリプレイ見てる？リプレイ見てるんだったらこれ多分スキップしたらまたね、龍之介が来てね、うーんって感じになるとは思うんだけど、まあうーんとはならないか、クールだぜっていう形にはなると思うんだけど、なんでその星4レースを来るんかな。なんか星4レースをどうせだったらね、正直なところイリアのあのレースを来てほしいんだけど、あれ攻撃ぶりのね虚数魔術になってるんで1枚欲しいんだよね。確かあと 2,3 枚当てたら突できたはずなんで、あれ早く当てたいなっていうのもあるんだけど、一応ね今回ね概念霊装の方がピックアップされてないから、まあ、ちょっとそこも期待した上で引いてたりとかするんだけど、なんでなんっていうねっていうキャスター関係ないと。はい、なんか一瞬さ概念霊装からサーヴァントに切り替わるときちょっとねラグがあるんだよね。ラグがあったときに期待とかしちゃうんだけど全くもって出ないっていうね。うん、やっぱり夕方に引くの良くないのかな。けどセイバー初めて出た、うん、バチバチしないと。うんいやマジでね、なんか俺引くタイミング結構いろいろと考えながらね引いてたりするんだけど、夕方のタイミングで俺あんまりガチャ引いたことないからこのタイミングが結構わからないんだよね。
でまあ基本6時更新だったりするんで、まあそのタイミングで引いたりとか、まあ最近だとね20時からとか21時からスタートしますっていうイベントも増えてきてるんで、まあそこでやったりとかはしてるんですが、いやー来ないか。もう正直ね、もう最近ね10連がね引くだけでなんかすげえ心が痛くなってきた。うおー、まあ、いぶきちゃん来てほしいということで、行きましょう。30連目ですね。いやーというかね、今後の集会のことも考えてちょっと石は残しておきたいっていう気持ちもある。うんけど、あーよかったよかった。まあ初手というか、とりあえずあれだな、ダーニックが出なければあいつが出なければなんか爆死してる感がないから、あいつが出ないことを祈りつつ、もうこの人か。いやーいろんな意味でね、どうだろうね。まあ概念霊装が出る分には正直いいんすよ。まだ概念霊装に関しては経験値霊装にすることができるんで、まだいいんだけど、俺が求めてるのはセイバーなんすよね。はい、なんかキャスターの出めっちゃいい気するな。なんか概念霊装出た後大体キャスターがすげえ来てる気する。いやけどマジか、一回も金回転とか金演出なしか、一回ぐらい来てほしい。バチバチしてほしい。まあ。なんか一応 FGO ってさ、まあ裏面がね、あったら確定で金バチバチしてくれるとかあると思うんだけど、なんか裏面なくてもね、ワンチャン金バチバチしてくれるっていうのは結構プラスになったりするから、わりかしそういった意味ではね、なんか楽しみなんだけど、もう来ないね。で、わりかしね、キャスターなんだよね。なんでなんだろうな。キャスター、そんなにキャスター俺望んでないんだけど、やばい、最近フレポ引きすぎて、フレポで結構いい引きしてたから、それのなんか悪い乱数が来てんのかな。なんか割かしね、なんかフレポ引いてたら、なんかセイバーリリー来たらハベニャン速攻来るとか、まあ逆にハベニャン来たらセイバーリリー来るとか、結構あったりしてるんで、なんかそこでなんか変な運を吸ってる可能性があるかなっていうのがあるんだけど、どうなんでしょうな。あえて画面見ないとかするとワンチャン引けるんじゃないか。画面見ずにただただ喋り続けるっていう。まあそうしたら何もなんかうおーとかいう反応なくなるからね、やらないんだけど。いやまあボドフ、お前はいいよ、もう早く神父を連れてきてくれ。40連目いきましょう。はい、まあ、正直まあこれで出なかったら出なかったらもうなんか、はい、あれですね、終わりですね、引くのやめます。いやーもうね、ちょっとね50連まではまあ許容範囲かなとか思ってたんだけどね。けど予備符10枚余ってるんだよな。予備符10枚単発で行ってみるか、この後。これで単発で行って、まあ出なかったらまあもう諦めようっていう形で、せめてツナさんが来てほしい。40連ぐらい引いて、ちょっと待ってね、なんでそんな、なんかアポかゼロって感じだね。うん、アポかゼロのイベントの、イベントじゃない、概念霊装が出るっていうのはよろしくない。うん、どちらかっていうと両方とも俺にとってはあれなんだよな、爆死フラグの一環なんだけどな。せめて来るんだったらね、ステイナイトが来てくれると個人的にはめちゃくちゃ嬉しい。ステイナイトはね、なんかねワンチャン当たるんじゃないかっていうね、淡い期待がある。うん、淡い期待があるだけで、まあ絶対とは言い切れないんだけど。いやけどマジか、いや夕方引くのダメだったか、俺ダメだったのか。いやそれはもうね、もう時間的な問題になるから、もう俺深夜にしか引かないっていうことになるけど、いやけど深夜ばっか引いてるとね、深夜にいっぱい引けたっていう、その何、情報がいっぱい集まった結果、なんか昼の情報が全然取れなくなるから、結局昼に引くっていうことをやめちゃうんだよね。まあ夕方か、引くのやめちゃうっていうのもあったりするから、いやもうそろそろちゃんと来てほしいんだけどな、頼む。いやスキップはしない、スキップすると心が痛くなるからしないって俺は決めたんだ、決めたんでやらないけど、うん、概念レースいっぱい出すぎだよ。3枚星4霊装はもういいよ。セイバー、うん、ライダー。
そマジかマジか、なんか久々にあれだな、なんかスルーしてってる感じがするな。これはあーまあ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 、3が出る分にはワンチャン期待できるんだけど、てかセイバー自体が全くもって出てないのきついな、マジで出ねえ。なんかアーチャーかキャスターの割合がすげえ多い気するということで、はい、予備風にしようか。はい、単発でね行きましょう。単発ワンチャン、まあ単発はね正直演出見なくていいんで、まあポチ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 ねやっていきましょう。いやーけど本当にね出てきてほしい、頼むぜ。出ない。なんか演出とか、とか今演出見てなかったのなんか予備風の時ってさ、なんか弾けるタイミングと弾けないタイミングがいろいろあるからあんまり信用してないんだよね。なんか単発っていうのにね俺あんまり期待してない。なんかね単発俺そこまで運良くないタイプになってるからあんまり弾くことないんだけど、まあこういう場面でしかね単発弾くことないんで、かつなんか予備譜10枚溜まってるっていう場面もね少なかったりするんで、いや来てほしいよ。せめて1体、せめてね金エース1回でも来てくれたらその分まだ気持ち楽になるんですが、おい猛襲です。はい、けど猛襲は正直なところ割と勝ち演出、結構期待値高くなるはず。ワンチャンあるんじゃない？ワンチャン。金、金、金。うん、あー、チャート。はい。なんか、テルさんを見るたびにね、ウィリアム・テルの悪夢が思い浮かぶから、ちょっとやりたくないんだよ。けど、サーバントの出はまあまあいいけど、金が来ないね。セイバーが来ないですね。やばい。このまま、爆死のまま終わってしまう。爆死のまま終わりたくないんだけど、どうですかね。うん、キャスターですね、メディアさんですね、関係ないですね。よし、ここで2回召喚になるんで、まあ、ここやな。ここで最後ね、もう見ない、画面を見ずに俺は祈りたい。何が来てるか分かんないけど、多分今いい感じに来てるはず。ノリがいい感じって俺信じてる。なんかいい感じに来てるんじゃない、きっと。多分セイバー1体ぐらい引けてるはず。はい、とりあえず今タップしたから多分スキップできてると思うんだけど、フェルですかー夕方には絶対ガチャ引かねえわ今後。